スター・チルドレンとインディゴ・チルドレンは、宇宙のあちこちから地球に送られてきた特別な存在です。彼らは、地球と人類の進化を手助けし、建設的な変化をもたらすために、能力やスキルを持っています。多くのスター・チルドレンは、自分の特別な目的に気づいていません。彼らは、普通の人と同じように暮らしていますが、何かが違うと感じます。彼らが自分の力を使い、目的を達成するためには、真実を見つけなければなりません。スター・チルドレンは、世界に善と正義をもたらすことを信じ、思いやりや真実を広めることを目指しています。彼らの影響は、人類の成長と進化に役立ち、世界を癒し、平和をもたらします。彼らはしばしば、インディゴ、クリスタル、レインボーの3つのカテゴリーに分類されます。インディゴ・チルドレンは、古い考え方や信念を見直すために、ここに送られています。彼らは、私たちが変わる必要のある分野を指摘し、新しい考え方を教えてくれます。彼らは、政府や教育制度などの分野でも同様です。クリスタル・チルドレンは、平和と調和をもたらすためにやってきました。彼らは、インディゴ・チルドレンの後を継ぎ、穏やかで平和な存在です。レインボー・チルドレンは、私たちに自分の感情を受け入れる力を教えてくれます。彼らは、愛や善意を象徴し、私たちの人生に希望を与えます。彼らは、世界が最も必要とするときに出現します。スターやインディゴ・チルドレンが持つ、信じられない能力は、次の通りです。アストラルトラベル、霊的な旅をする能力。異種間コミュニケーション能力、異なる存在とのコミュニケーションを取る能力。ガイドとの密接な精神的つながり、霊的な導きとの緊密な関係を持つ能力。テレパシー、他人の考えや行動に影響を与える能力。集合意識の共有、他の人との意識の共有をする能力。テレキネシス、意思で物体を動かす能力。時間の拡張または収縮、時間の経過をコントロールする能力。電気機器に影響を与える能力、電子機器に影響を与えたり、操作したりする能力。生体エネルギー的ヒーリング、癒しのエネルギーを他者に伝える能力。次元間の認識、異なる次元を認識する能力。透視または遠隔透視、物理的な距離を超えて物事を認識する能力。チャネリング、不在の存在を通して情報を伝える能力。エネルギー診断、他人のエネルギーフィールドを読み取る能力。テレポーテーション、物質を瞬時に移動させる能力。情報のダウンロード、異なる次元や惑星から情報を取得する能力。免疫力の強化、ほとんど病気にならない免疫力の強化。次元間の視覚、異なる次元を視覚的に認識する能力。体温の低下、自らの体温を調整する能力。テレパシー、心を使ったコミュニケーション能力。精神的な成長の促進、人々が最高の可能性に目覚めるのを助ける能力。災害の予知、地震や交通事故などの災害を予知する能力。強力で正確な直感、非常に強力で正確な直感の持ち主。浮遊能力、空中を浮遊する能力。オーラを読む能力、他人のオーラを読み取る能力。